どうもチャトチュンチャンネルでございます。今日はですね、スーパーでさらに最安値更新してですね、239円の激安弁当を発見したので、今日はこれをね食ってみたいと思います。お買い得品ということでね、この値段になって、通常はやっぱ262円するんだけど、まあそれでも安いけどね。はい、今日はこちらを送っていきたいと思います。今日はクーラーボックス食材まだ余ってたんだ。納豆と、それから、うわまだ氷、これ2日経ったけどまだこう冷えてんだね。あ、まだ冷たい。うわやっほー。あと冷ややっこちゃんの方もね、食べていきましょう。はい、ラスト1個、あとヨーグルトもね、ヨーグルトもいただくか、ちょっとだけ残ってるな。はい、じゃあこれで食います。納豆についてるタレをね、この豆腐にかけて合理的に。はい、これだと醤油がいらないね。これが車中泊生活で編み出した、はい、合理的調味料ですね。はい、もう僕が最近この車中泊中に発見したお気に入りのヨーグルト、明治ブルガリア飲むヨーグルト LB81 プレーン、これはねすげえすっきりして飲みやすくて、飲むやつだからね、はい、固形のやつじゃないから、まあ、これはちょっとまあ車中泊中には取りやすいですね。なんかねヨーグルトを、食前に飲むとね、血糖値の上昇が抑えられるということでね、はい、ダイエット効果も期待できるそうです。まあでも僕はブクブク太ってますけどね。はい、納豆もね、このね、これ何、佐藤の水戸納豆、小粒納豆大好き大好きっていうのがいいね、大好きさんか。これがねなかなか、小粒って言ってるようには結構粒でかいんですよ。で、何がいいかなっていうのはさ、粘りがすごいの。これ今まで買ってきた納豆の中でも最強の粘りだね。はい、これも、ここにご飯に乗っけて食べようかな。まあね、車中泊で、まあ、スーパー使えばね、こういう豆腐とか納豆とかね、食べれると、なんかすげえなんかね、贅沢な感じがするんですよ。で、肝心なお弁当ね。はい、これがメインディッシュですよ。とんかつ、おろしなんですよね。これおろしソースが乗ってて。はい、厚みはこんな感じ。うわぁ、衣が分厚い。やっぱこの辺は激安弁当ならではですね。肉を揚げてんのか、衣を揚げてんのか、なんだかよくわかんないものになってますけど。はい。あと、きんぴらと、あとはこれなんていうの？この大根の漬物でしょうね。はい。で、ご飯は結構ボリュームがあります。もうこんだけ食えればね、もう232円でお腹いっぱいですよ。それじゃあいただきます。ちょっと豆腐からいこうかな。今日は納豆のタレがダブルがけになってるからちょっと濃い味になってるかも。あ、そうでもねえな、そうでもなかった。あ、ちょっとやっぱ濃い。あ、ひもちゃん炊けすぎた。やっぱ1パック分で十分だったね。また箸の持ち方言われるよな。もとくなよこれ。50歳にして箸の持ち方もとく。箸の持ち方変なんだよね俺。はい、じゃあまず早速このおろしカツからいきますよ。あ、もうね激安弁当って感じだわ。衣の厚みがすごい。あ、でもね白ご飯は十分うめえな。これは大好きなもんだね。で、このね大盛りの白ご飯とこの衣の分厚いカツが
これはまたなぜか合うなぜか合う。本当にね、このお弁当の具材っていうのはね、あのさらにあのお惣菜コーナーでね、単品で売られてんだよね。お弁当で使ってるものと同じものがあの惣菜で売ってて、まあこれでまあ合理的に、まあ合理的に作ってんだなと思ってさ、だからこそこんだけまあ安い値段で弁当は提供できるんだけど、まあそれにしても安すぎだよね。262円でどれだけの利益は、この材料費と人件費でさ、結構手間はかかると思うんだけど、あ、もう十分だね。特にこうやって車中泊生活してると、まあいかにね生活コストを抑えるかっていうのが大事になってくるんだけど、あらごめん、ちょっと今これ画面ブレてない、一度止めようか。なんだかカメラの調子が悪いからアングル変えてみました。次はこれ納豆のっける、納豆かけご飯。いいね、これはうまいわ。やっぱりさ、車中泊生活する上で、あのこういう滞在費をね安く仕上げるっていうのはやっぱり死活問題でさ、特に今うちのチャンネル、あの方向性をガラッと変えたおかげでさ、あの伸びるんじゃなくてね、下降線をたどってるからね、生活も大変よ。でもまあこの辺がさ、あの安定した給料がもらえるサラリーマンとは違って、もう不安定な YouTuber のリスクだよね。でもまあ焦ったって仕方ないよね。なるようにしかならないから。あのツイッターのね、ある人の書き込みでこういう書き込みがあったの。これまあ YouTuber さんの書き込みなんだけどね。あのね、あの YouTuber って楽して稼いでるとイメージがあるかと思うけど、そうじゃないと。自分らは、まあ、手間も時間も惜しまずにね、こだわって、動画を作ってる。まあ、ちょっと原文がちょっとなかったからちょっとわかんないんだけど、こんな感じのニュアンスね。うん。そんなつもりでやってるわけじゃないんだと。で、そういうのがもう認められないと。うん。周りからはね。うん、それでもやってるって。まあ、YouTube だからっつってさ、決してその手抜きをして楽してやるんじゃなくて一生懸命やってやると。まあでもそれは好きだからやってんだよっていうことでね。で、まあ、生半可な気持ちとかやっぱ相当苦労とかもあるしね、でやってらっしゃるっていうことで、まあ確かにその方の動画見るとね、もうそれはもう分かるよね。うん、でだからね、ちょっと考えさせられた。自分はねそんなことはしてないからね。うん、こだわって本当やってんだろうかってね。自分はなんか結構、なんていうのかな、
努力したり体裁を整えなきゃ表現ができないのかっていうところで疑問に思ってやり始めたのね、 YouTube って。その周りのルールに沿って物事を作り上げなきゃいけないっていうのに、まあちょっとまあ嫌気がさしたっていうかね、なんだかなっていう、まあ嫌気がさしたんだろうな、うん、そういうのが嫌だから。ほんで YouTube の世界に飛び込んだらこんな自由な世界があるのかって、うん。だから自分は努力とか手間とかをかけずに、惜しまずにじゃなくて、努力とか手間とか惜しまかけずに表現していきたいっていうね。まあだから言っちゃ悪いけど楽して稼ごうとしてたな、してると思うんだよね、うん、結果的にね、うん。だからやっぱりいろんな YouTuber さんいろいろな考えがあってやってるってこと、うん、だからまあ俺はやっぱダメ人間なんだなって、うん、はい、もうそんな感じです。いつもね尻叩かれながら日々YouTube 活動をやっておりますけども、うん、まあ今回のね旅でね、ちょっと一つのツイートでふと思ったことを動画にしてみました。はい、もうこれ食べます。動画はこれで終わりますけどね、はい。これ最後まで今日は食べたいと思います。それではまた。